フロントタイヤの食いつきがこの大詰めで熱だれか。だが少しくらいタイヤがへたろうとも俺の技術に破綻はない。勝つのは俺だ。いよいよだな。あのスキーローだと相当もつれてる。読んだ通りの展開だ。ゴールはすぐそこ。一か八かで仕掛けるならこのポイントしかねえ。ブレーキング勝負に必要なスピードの乗る直線、道幅の狭いアキナの峠で唯一このコーナーだけが三車線になってラインの自由度も高い。そしてその先は二つの R が重なった複合コーナー。このコーナーを立ち上がって先頭を取った方が勝つ。来たぞ。さあ、86がケツに食いついてる。さあどうする。どう攻める。アウトだと。外からじゃ抜けねえ。最短距離を行けるインが絶対有利なんだ。クリップにつけねえ。失速するぞ。86は吹き上がった。しびれまくったぜ。たまんねえや。ああ。四輪ドリフトのまんまラインがクロスした時なんざ、全身に鳥肌が立つのが分かった。俺たちは運がいい。本当のバトルを見せてもらったぜ。誰一人として言葉を発しようとしなかった。高橋涼介の敗北に落胆する者も、匠の勝利に歓喜の声を上げる者もいない。その場にいた者すべてが、みじろぎ